王妃王妃は中国出身の香港の歌手、女優。1969年8月8日、北京生まれ。生まれた当時は母の姓を取り、夏林と名付けられたが、14歳の時、父の姓を取り、王妃と改名。高校で歌を始め、北京で数本のカセットテープを発売した。高校を卒業後香港へ移住。当初は海外へ留学するための経由地として、 香港へ移住したが、新しくやってきた移民は1年間香港から出国することができない制度があったため、留学を断念し歌を習い始める。その歌の先生に勧められ、シネポリーレコードのオーディションを受け、合格。1989年に王成分の名で歌手デビューを果たす。当時のキャッチフレーズは、北京からやってきた女の子。枚のアルバムを発表したが、 大きなヒットもなく、香港の音楽業界のシステムに馴染めなかった彼女は、1991年から1992年までの約半年間アメリカ合衆国に留学する。シネポリーレコードとの契約が一枚残っていた彼女は、1992年香港に戻り、アルバム、カミングホームを制作、発表。この時、英語名を本名に近いフェイウォンと改名。 カミングホームの収録曲、容易受賞的日人は爆発的ヒットを記録、その年の香港の音楽賞を総なめにした。1994年には初めて母語である北京語のアルバム、名を発表。台湾、東南アジアへの進出を果たした。同年に中文名を本名の王妃にし、それ以降本名で活動している。主な活動拠点は香港で、 ギネスブックにも、関東語のアルバム類型売り上げで、世界一と認定されている。中国語圏のみならず、アジア圏を代表する歌手の一人とも言われ、マナとも通的、ナエンなど、大ヒット曲にも恵まれ、香港では、第二のテレサテンとも呼ばれる。日本では、主演した映画、恋する惑星が、ミニシアターで、ロングラン上映となる大ヒットをしたことにより、まず女優として、 一躍知名度を上げた。その後、プレイステーション用ゲームソフト、ファイナルファンタジー8の主題歌、アイズ、オンメイや、関西方面で、ジェイフォーンのキャラクターを務めたこと、フジテレビ系のテレビドラマ、ウソ恋に主演し主題歌、セパレートエ像ズを歌ったことでも知られる。特に、アイズ、オンメイは50万枚の売り上げを記録し、オリコン総合シングルチャート最高位9位を記録。 第14回日本ゴールドディスク大賞では洋楽部門のソング・オブ・ザ・イヤーを第41回日本レコード大賞ではアジア音楽賞を受賞した。また1999年3月には日本国外を拠点としている中国人アーティストとしては初めて日本武道館でコンサートを行った。私生活では百九十六年に中国のロックバンド黒表の元ボーカル 東優と結婚し、長女の東安指導を設けたが、1999年に離婚。その後香港の俳優で、歌手、11歳年下のニコラスセイと交際していたが2003年末に破局。2005年に中国の俳優、リー・アーポンと再婚した。リー・アーポンと再婚した後は仕事をセーブしていたが2010年に復帰。 2006年5月に出産した次女の離縁が重度の高新列であったことを公表。同じ障害に苦しむ貧しい子供たちのための延前転使基金を夫と共に立ち上げ、話題になった。2013年9月にリー・ヤーポンとの離婚を発表。シナポーリーレコーズ EMI レコーズ、ソニーレコーズ不相音楽、ギネスワールドレコーズ2002アンカステロコルテス、田中剛健、キコ処方。 2002年、156ページ。ISBN4 から877715118。美しく成長した平穏の15歳長女、母譲りのスタイル、レコードチャイナバイオグラフィー、レアドウ、リアドウユニバーサルミュージックジャパン2017年3月7日、閲覧王一リア法2003年から2013年までを、振り返る、人民も日本語版人民日報。ありがとうございます。